はい、ノブケンボーリングの森本です。はい、宇治です。はい、今日はですね、はい、まあちょっとこうゲストのプロに、うん、まあ、お越しいただくんですけども、はい、非常にバックスイングが高いボーリングをするのが、うん、まあ、特徴的なゲストです、はい、でやっぱりそのバックスイングが高くて高回転の、うん、まあ、ボーラーなんで、はいはい、皆さん憧れる。そうなんですよ。そうですね。でやっぱり、はい、今回はそのバックスイングの上げ方、うん、でそしてもちろん転がし方、うんうん、これをね2つに分けて皆さんにお送りしたいと思いますので、まずはねそのゲストプロ紹介したいと思います、はい、49期生、はい、新小屋サニーボール所属、はい、渡辺和明プロです。はい、どうも、はい、こんにちは、プロボーラーの渡辺和明です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、いやこれ僕も喋んないんで、はいもう終わり。もうね、あの最初基本オープニングと最後だけだから。そうです、うん、はい、これだけ、はい、それがもう 80% ぐらいの仕事なんで、はい、じゃあもう役割終了ってことで、はい、あとは、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ皆さんさっき言ったように、はい、渡辺プロ、はい、非常に高いバックスイングからですね、高回転のボールを投球されるんですけども、やっぱりこう高回転の仕方って皆さんそれぞれだと思うんですけど、はいはい、そうですね、バックスイングを低くても高回転はできると思うんですよ。うん、逆にバックスイング高いけどどうやって上げたらいいのっていう人も結構いると思うんで、はいはいはい、あのやっぱり渡辺プロ最大の特徴がバックスイングの高さだと思うので、はい、やっぱこうシルエット見ても渡辺プロってすぐ分かるぐらい、うん、バックスイングが高いのがちょっと特徴的ですので、ちょっと今日はその辺、はいはい、どうやってバックスイングを渡辺流で構いません。わかりました。ぜひちょっと聞きたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。これから渡辺プロの、バックスイングの上げ方について説明していただきたいと思います。はい、まず、まあ、渡辺プロバックスイングが非常に高く上げられていると思うんですけども、バックスイングやっぱりこう高く上げるっていうのは、まあ、正直僕が小さい時、いろんなこう特に外人さんですね、のプロを見せた時に、まあ、バックスイングが高いプロに憧れた時期もありました。うん、で実際バックスイングの上げ方って、まあ、人それぞれだと思うんですけども、やっぱバックスイングの上げ方をちょっと間違ってしまうとやっぱ怪我にもつながると思うんですよ。で渡辺プロはやっぱりこうボーリングをやっていく中で、やっぱこうずっとバックスイングが高いので、やっぱその辺どうやって上げてるかっていうのを皆さんにこう怪我もせずにですね、自然にバックスイングが高くなる方法っていうのをちょっと教えてもらいたいので、ご説明お願いいたします。はい、わかりました。はい、じゃあまず大前提として大事だなと思うことがあるんですけど、はい、まあ上げ方の説明する前にね、はい、まず人によって関節の可動域っていうのは違うと思います。はい、で、関節が柔らかい人は自然に高く、正直同じやり方をしても上がる高さっていうのは違うと思うんですけど、はいはい、僕の場合はもともと結構関節は柔らかいんですよね。はい、でちょっと見てもらうと、はい、こう筋肉はそんな別に柔らかいわけじゃないんですけど、はい、肩は結構柔らかいでしょ。なるほど、組めるぐらい。はいはい、なんで、まあ、僕オープンバックっていう投げ方でね、まあ、ハイバックスイング特徴だと思うんですけど、はい、うんうん、まあ、あの肩を開いて投げることですね。そうそうそう、オープンバックってことは、ね、はい、で上げる過程でまあ開いていくんですけど、はい、最初にボーリング始めた時っていうのはそういうもちろん知識もなかったんで、はい、オープンせずに投げてましたけど、はい、その時から割と高かったです。なるほど。だからまあ意識して上げ始めた時期もあるんですけど、はい、最初は意識せずとも高く上がってたんで、うん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 、まずそこを、自分がどのぐらいの肩の柔らかさがあるかっていうのを考慮した上で、はい、無理のない範囲で上げるっていうのが大事になると思います。はい、まあ、これがまず前提で、その上で上げ方の説明に行くんですけど、はい、まあ、さっき言ったようにオープンバック、はい、こう肩をこう正対した状態に対して開く、うんうんうん、こういう動きをすることで、まあ正面向いてる状態だと、まあ、小前しか上がらないですよね。頑張ってあげてもこの辺まで、はい、ただここから肩をこう開いていくことによって、よりこう肩のねロックがなくなった状態で上までスッと上がるようになります。はい、これがねオープンバック、はい、まあ、上げ方としては、まあ、気をつけることは、特にこう最初からオープンしようとすると、こうボールがね外側にこう逃げやすくなって、こういうスイングになって、まあ、体から離れちゃったり、スイングがまあ、まっすぐならないってことですよね。そうそうそう、はい、するんで、まあ、一番意識してるのはなるべく体の中心を通ってスイングラインがこう外に逃げずにね
まっすぐ行くこと。で、その上で、こう開き始めて、肩が止まるところからオープンにしていくことで、高く上がるような意識を持ってます。聞いてました？はい、聞いてます。もう一回言いますか？お願いします。もう一回言いますけど、はい、体の内側通して、上がんなくなったところから開いていって、まあ楽に上がるところまで上げる。まああんまり意識してこう高く上げるっていうことではなく、まあ楽に上がるところまで上げるっていうことを意識してます。ちなみにこの時の左手っていうのはどのような使い方になるんでしょう？はい、僕は、はい、まあ最初に教わったことを今でも意識してやってるんですけど、はい、プッシュアウェイで前に出しますよね。はい、で、その後その左手を狙ってるスパットの方にしっかり向けたまま、なるほど、ボールをこう引いていくようなイメージ。はい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 。そうすると自然にこう、まあ狙ってるアングルに対してまっすぐ引けますよね。まあこう、まあ、そうですね。今のこう今の段階でね、オープンバックが自然にできますよね。その左手をスパットの方に向けていくことによって。はい。なるほど。で、こう左に出したい時なんかは自然にこういう風なオープンになって、スイングラインがこっちに向くし、まあ例えばインサイドから外に出すという時は、こう引けば内側に行きますね。まあそういう感じで方向を決めてます。で、まあ今ので、まあもちろんオープンバックの、まあ、やり方、まあ、オープンバックをすることによって、はい、まあ可動域が広がるので、まあバックスイングが自然に高くなるっていう、まあことを今教えていただいたんですけども、はい、もう一個ちょっと質問させていただきたいんですけども、はい、バックスイングが高いことのメリットをですね、ちょっと説明していただきたいなと。やっぱりこうバックスイングをまあ、ただかっこいいから上げるっていうよりかはやっぱりこう高い人低い人がいると思うんですけども、うんうんうん、やっぱりその低い人のメリット高い人のメリットってあると思うんですよ、うん、でやっぱこう高いバックスイングはこういうところがメリットだよっていうところを、まあ、皆さんがもうちょっと分かった方が、うん、よりあなるほどねじゃあちょっとそういうボーリングスタイルの方がいいからバックスイング高くしようっていう方も増えてくると思うんで、まあ、ちょっとこうバックスイングが高いことのメリットをですね、渡辺流で構わないのでちょっと教えてほしいです。はい。まあ、そうですね。メリットで言うと、バックスイングは低いよりも高い方が、はい、まあ単純に言うとスピードは出やすいかなと思います。まあ、振り子もね、こう、はい、大きくなるし、はい、まあ自然にこうエネルギーがね、強くなるんでね、スピードが上がりやすい、スイングスピードも上がりやすいかなと思います。まあ、あとは、はい、ちょっとこうスイングの後ろ側のこう間を作りやすいというかね、うんうんうん、こう後ろのエリアを広くすることでこうアクションする余裕もできてくるし、まあ、小さくてここからここでアクションできないかは高いところからこう大きく使っていけるんで、はい、まあ、そういう余裕っていう意味でもバックスイングが高い方が、まあ、メリットとしてはあるかなと思いますね。で今の、まあ、皆さん渡辺プロがメリットを何点か説明してくれたと思うんですけども、はい、ちなみにその渡辺プロは、バックスイングが高い選手で、はい、どういう人を参考にしたとかってのあるんですか？あ、そうですね、はい、僕参考にしたのアマチュアの時にマイク・フェーガン選手。あ、似てますよね。昔ね、僕初めて渡辺プロ見た時にマイク・フェーガンのモノマネしてる人っていうイメージがすごい強かったぐらいすごい似てたんですよ。でも正直僕マイク・フェーガン選手知ったのプロテストの最中なんですよ。で、プロテストで、まあ、同期と一緒に泊まったりする中で、あの人に似てるよね、みたいなこと言われて、あ、そんな選手いるんだって言って見たんで、別にそこを真似しようとしたわけじゃないんですけど、まあ、たまたまそこに似てた。で、そこからは参考にするようにしたんですけど、まあ、自然にやってたのがそこに近かったのかな。まあ、本当にね、こう、バックスイングが高い選手って、意外に僕が見てる中でやっぱりこう少ないなっていうイメージがあって、で渡辺プロなんかはやっぱりこうバックスイングが高くで高回転で成績も残している一人のプロだと思うので、まあぜひね皆さんもまあこの動画をしっかり見ていただいて、バックスイングオープンバックの作り方をですね怪我しないためにもぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、渡辺プロの投球動画を横から投げていただきたいと思いますので、皆様見てください。はい、いきます。
もう一回投げてもらおうと思うんですけども、まあ、今横から見た時にこう左手がしっかり前に来て、でそれそうなることによってオープンバックになり、非常に右手がですね高い位置に行ってるのが見てわかると思います。まあ、本当に綺麗にですねオープンバックが作れてるんじゃないかなと思います。もう一球お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、正面からの動画も見ていただきたいと思います。渡辺プロお願いいたします。はい、はい、それでは渡辺プロありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、バックスイングの上げ方を渡辺流で教えていただきました、はい、ありがとうございます。本当に、オープンバックかっこいいですね、正直。本当ですか？はい、うん、まあそう思ってもらえるといいんですけどね。やっぱりこう渡辺プロの投球見た人って、僕もそうですけど、一度見たらやっぱこう忘れられないぐらいインパクトあると思うんで、まあ、本当にただ本当に怪我だけはしてほしくないんで、渡辺プロのオープンバックの作り方をしっかり皆さん見ていただいて、うん、渡辺プロを超えるようなかっこいい投球をしていただきたいなと思います。はい、今日渡辺プロありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではケンちゃん、ここだけ最後に。マイクいただきました。お願いします。ノブケンボーリング、チャンネル登録よっ、お願いします。お願いします。お願いします。